皆さんこんにちは。スポーツドクターの岩井優作です。本日は糖尿病に関するお話の中で、前回の動画で糖尿病の治療は運動であるということをお伝えしました。ここではどういった運動が糖尿病の治療に必要になってくるのかということをお伝えしたいと思います。皆さん糖尿病の治療として医師からどのような運動を勧められましたかというような質問をした場合、最も多いのが歩くようにしてくださいというような答えです。これは私の見解ですけれども、糖尿病の治療においてまたは健康増進のための運動という意味でも、このウォーキング、歩くという意味は歩くという運動がもたらす効果というのは非常に低いというふうに考えています。まず私が必要だと思っている運動は3つのカテゴリーに分かれます。1つ目は筋力トレーニング、2つ目はちょっときつい、ややきついと思われる以上の継続的な運動、これはジョギングですとかスポーツ、そして3つ目はストレッチやセルフケア、ヨガといったエクササイズになります。まず糖尿病の治療において最も重要と言っても過言ではないのがこの筋力トレーニングです。理由はですね、筋肉というのは糖を取り込む作用があります。なので筋肉が多くなれば多くなるほど糖を筋肉が取り込んでくれて血糖値の値を下げてくれるということが、下げるというかね、うまくコントロールしてくれるんですね。ムキムキであるから血糖値が下がりすぎて低血糖発作が起きるということはありません。過剰な血糖の量だけ筋肉が取り込んでくれる非常に優れた、医師の治療機関なわけなんですね。なのでまず筋トレをしてほしい。そして次に有酸素運動ね、と言われている筋トレを30分間続けていただいてもね、有酸素運動と全く同じ効果を得られますけれども、今度はこの有酸素運動っていうのはちょっときつい、ややきついという負荷以上の継続的なね、ジョギングですとかスポーツにあたるわけなんですが、これがもたらしてくれる効果は何かというと、そうなんです、ご自身が利用しているエネルギーを糖質から脂質に変えるというような効果があります。正確に言うと心拍数が最大心拍数の 65% 以上ぐらいのね、運動負荷を続けていただくと最もその効果が得られると言われています。220からご自身の年齢を引いていただくと、ご自身の出せる心拍数、心臓のキャパシティの最大心拍数というのが出てきますので、それにかける 0.7 ぐらいをして心拍計を腕に巻きながらトレーニングしていただくと非常に分かりやすいと思います。そうすると利用しているエネルギーが糖質から脂質に変わる。何が起きるかというと、糖質を消費しないので運動後も、その後も基本的に糖質を減らした状態で食事をとっていただいても、全然問題ないというような体になってきます。で、私の場合もそれを意識してから、この糖質を減らした食事というのが可能になってきましたし、エネルギーが長時間持続するようになってきました。お体に脂肪が沈着するプロセスというのは、急激な血糖上昇が起きると脂肪が蓄積していくんです。急激な血糖上昇っていうのはどういう時に起きるかっていうと、血糖値が低い状態の時に糖質を食べる、ね、砂糖とかご飯とかパスタとかを食べる、パンとかね、そういうものを食べると血糖値が急上昇して脂肪の蓄積が起きるということです。なので決して脂肪を食べたからといって脂肪の蓄積が起きるわけではないということなんですね。そして、
まあどういう脂質を取ったらいいかっていうのは次の動画でお伝えしていきたいと思います。で、この筋力トレーニングと、有酸素的な運動を続けていただくと、体にある程度負荷がかかりますので、それをケアしていただきたいという意味で、ストレッチやセルフケア、セルフマッサージ、ヨガといった運動を中心に置いていただくと。で、この三角形で運動というのを考えていただければ、糖尿病に対する運動として非常に効果が高いというふうに言えると思います。今回は糖尿病に対する運動、具体的に何をしたらいいのかというのをお伝えしました。実際に運動される前には、糖尿病性網膜症という合併症がないか、糖尿病による腎障害の合併症がないか、またはそれに伴う運動のですね、運動制限がないかというのをしっかりと主治医の先生に相談してから運動を始めるようにしてください。そしてウォーキングが大事だと言われても、それをぜひ無視していただいて、そうではなくて筋力トレーニング、ややきつい以上の負荷をかけたジョギングとかですね、そしてストレッチのケア、この3つを兼ね備えて取り組んでください。必ず効果が出ます。以上になります。ご清聴ありがとうございました。